今日はあの独特な動きをするお母さんの方に来ていただきました。それでは登場していただきましょう。どうぞ。それではお願いいたします。じゃあ買いに行こう。という独自のジャンルを確立されましたダンスパフォーマー、かずみさんです。ようこそ。今本当に感動しました。福田さん、どうですか生で見て。いやー、なんか生で見た方がもっとすごくてびっくりしました。でも意外と若いんですね。若いね。本当おいくつなんですか。本当は23です。あのコマーシャル用のそれはこれちょっと撮ってもらいます。撮れます。はい、撮れます。すみません。うわ、はい、あ、キム先生、これもらって。なんでやったの。怖いな。なんで。怖いな。あら、かわいいやん。かわいい、かわいい。自分で作ったの、ああいう動きを。はい。最近、ピッチャーが変な文章だと、一気におっぱいがボンと大きくなった時から。あれ、びっくりしたよな。ちょっと待って。ちょっと待って。変やで。俺ね、背中をこう突き出してるのか思ったし。背中があんまへこんでへん。驚異のバストアップですやんか、それは。いいな。ここ見て、横見せて、こうやって、こう見ててよ。はい。はい。おお。ここはそんな、なんか、なんか、こんな彼女やって、びっくりするね。左手に変だよ、下がるんだから。うわ。怒ったあろう。なあ。あと最初のなんか首が。なんか。ちょっともう一度、なんでこれ、あれもう一回見たいです。もう足開いて歩くやつ。すごい。面白い。面白い。この格好で前から廊下で歩いていたらびっくりする。エレベーターまでピンポーンってこんなやつでこうやってめっちゃ怖いですよ。奈緒さんずっと笑ってるのが怖いはい、ほんと今日はちょっと感動しました。ありがとうございました。ありがとうございました。かずみさんでした。これはびっくりした。かずみさんは1月27日渋谷のクラブウエノスのイベントにゲスト出演します。ぜひご覧ください。